まあ、あのこの中空洞になってますから、仕掛けをまあその中にこう入る塩があればその中に入れて釣っていきたいと思います。ちょっとこう竿先で今日聞いてみます。やっぱり餌取りやな、早いなこれ。さあここでどうやって釣るかですよね。これ聞いたないですね。もう上げるときにこう重みないですからね、もうその時点でもう餌なくなってるの分かりますからね、針なくなってるんですね。早いねやっぱり、瞬時や。2号からこの3号これを使います。特に同じことも3回も4回も繰り返さないことがやっぱり。よっしゃ来ましたね。針を変えるだけであれですよ。おお、この1匹は最高ですよ。自分のね釣りはいつも浮き所をつけない、スルスルもう重みでずっとゆっくりゆっくりゆっくりこう抜いていくんですよね。速さを調整するために、まあ、ガンダムつけたりもするんですけど、とにかく上から下までベタとこまで釣り釣りです。さあ2番目はですね、このスリットの魚をコマセワークで徐々に徐々に引き出してですね、潮は実際に左から右行ってるわけですよ。ただ浮きの頭が少し出ていたから風でもうずれていったわけですよね。もう固かったら離しますからね。あ、来た、よっしゃ、今浮いてたね魚がね。オキアミはですね、もう3キロ板1枚と、まあハイウエースはこう2袋を一応選んだんですけど、ここでしっかり締めて、もうこのライナーですね、こういう塊でトポーンと打つ方法と、ここで軽く締めてバラバラと打つ方法を2つ覚えてたら、初心者がね一番投げやすいのはこの横投げですね。そうですね、穂先から浮きまでの距離はですね、もう大体 2,30 センチですね。この状態で少しこの竿の弾力を生かして、このままこういう形で投げればあとまっすぐ飛びます。来てますねこれね。今水の中お酒入れたらグッと曲がったから、今あれだけ飛びそうになるな。よし来た、今来たぞ。黄色いお酒一気に来てラインまでビシッといったんですよね。飛ぶ浮き、それを修正してもずれない浮き、こういう浮き特にまん丸なんです。これ飛ばすためにまん丸なんです。で特に塩分濃度を見とかないと、特に渋々状態をやってますから、ね、ちょっとこの浮力調整をねまずこういう形で投げますね。あとはこのガン玉をいかに調整して、コマセの沈下速に合わせた針の大きさとか、それをやるのが今からの次だ。でやっぱり地縫いのある程度、もしその現場に行って見えたとしても、ある程度の距離は空けないと警戒心が強いですからね。仕掛けを、まあ、ある程度少し沖に投げて、これがどん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 こう沈んでいって、最終的には時間かかればこういう底にもう張ってくるわけですよ。巻いてやれば誘いにもなるしね。お、今走ったね、ラインがね。その前絞り2つありますからね、そこで強引にかけたらあの真ん中センター通りませんからね、ゆっくり怒らさずに取っていく。浮きは今水面から少し生えてますけどね、でもうこういう状態ではこう道に飛びてたら分かりますから、今当たったですね。落ちましたね、チンと。これは難しいですよ。ここで強引にやったらおそらく取れませんからね。これ当たりやで、竿先に乗せてやな。よっしゃ、おー、あるでこれ。やりました。